4月19日火曜日の紫外線予報をお伝えします。今日のお天気アイコンで見ていきますと、今日は高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多くなります。そのため紫外線は強くなりそうです。では今日の UV インデックス予報、紫外線予報を見ていきます。さあ、こちらのマップで見ていきますと、東北から九州では広く強いエリアとなっています。で、札幌ではやや強いエリアとなっておりまして、紫外線対策が欠かせません。沖縄は少し雲が広がりやすいので弱い予想となっています。さあ、日差しが届くところほど紫外線の量は多くなりますので、しっかりとサングラスでしたり日焼け止めクリーム、また日傘なども活用して紫外線対策をしっかりと行ってください。お天気アプリウェザーニュースでは紫外線予報も確認することができます。ぜひご活用ください。